3対3枠番通りの並びです。進入インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇の中島好スタート、5号艇の西山いいスタート切っています。逃げ体勢1号艇の白井、サス2号艇浜野山、繰り出す3号艇の馬場、内からは6号艇の平本が続きます。先頭を押し切った1号艇の白井英治、2番手は2号艇の浜野屋に、内から6号艇平本、外には3号艇馬場、後方5号艇西山、内に4号艇中島です。スタートは正常でした。一周にマーク前艇向かって1号艇の白井英治、内から6号艇平本、外は2号艇の浜野屋握っていった、左右から3号艇の馬場が続いていく。1号艇白井英治は独走体勢固めました。2番手争い2号5号艇の浜野屋に、内から3号艇馬場、間6号艇平本、3艇この圏内、5号艇西山、4号艇中島最後方です。2番手争いは絞っていく、2号艇の浜野屋抵抗する、3号艇馬場、空いた内小さく小回り、6号艇の平本でバックストレッチ。2番手は2号艇の浜野屋健吾が2艇身前、内から6号艇の平本、外には3号艇馬場、後方5号艇の西山、4号艇中島最後方です。先頭はもう完全に独走です。1号艇の白井英治、2番手は2号艇の浜野屋、6号艇の平本切り込んでいく、3号艇馬場握っていった、2号艇の浜野屋健吾単独2番手リードを広げています。今日は1日じっくり調整されていたようですが、どうでしたか？いや、一番いい状態では臨めたと思います。そうですか、はい、このモーター手にしてからの変化というところではやっぱり課題は最初あったわけですね、昨日なんかは。そうですね。で、一番良くなった部分っていうのはどこでしょうか？全体的に本当上積みできてたと思います。そうですか。そうすると今後の調整というところではどんなところをポイントに置いて重視してというのはありますか？この足維持できればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます、ね。そうなんですね。ちょっとピット離れも気になった時もあったと思いますが、はい、その辺なんかはどうでしたか？今のでもちょっと浜野屋さんにはだいぶ劣勢だったんですけど、自分の中では少し解消してきたなっていう感じはあります。はい、じゃあドリーム勝っていい調整はできてるってことですね。そうですね、はい、さあそれでは明日に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、明日からも優勝を目指してしっかりしています。ご声援よろしくお願いします。